はい、じゃあ3番、とんでもない引き。あ、僕は引きはそんな強くないからな。ただ基本的に一緒に打つと思うのは、うん、引き、なんつうんだろう、ここでこれ引かなきゃって時に引く人はこの人ですね、うん、今ふと思ったのが、この本ちらっと見て思ったのが、キムさんビンゴとかゴッド4号機の頃こぞって打ってて、まあ、そういう企画とかもいっぱいやってて、めちゃくちゃ負けてたと思うんだよね当時。うん、負けてた。その分が返ってきてるって、まあ確かにね、大きいマクロな視点で見た確率の収束っていうのをちょっと思ったけど、その意見はどう？あると思います。だからそうやってなんか理論じゃない、ね、理屈で納得したい気持ちも分かります、うんうん、分かるよね、うん、だからどう思っていただいても結構否定はしないです、うん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 、なんで半笑いなんだよ何上からなの。いや上からじゃないですよ、だから どう捉えていただいても自分はどう思う。そう、3号機4号機以内に比べて、はい、引き強くなったとかとは思わない。やっぱ見られた時ですよね。あ、見られた時、見られてる時はそういう力が発揮できるのかなって気がします、うん。それはさ、パチンコパチスロ以外でもってこと、はい、人前で緊張するっていう話があったじゃないですか、はい、緊張しますよね、はい、緊張します。逆にテンションが上がるんですよ。あ、まあ確かに、とにかく、まあ、かかり気味なんですよね。そういうタイプなんだ。体質だと思います、うん、体質。それは昔からそうなんで、うん、あ、でもなんかわすごい引きを発揮してるとこ見たことがないですね。でしょ、伊藤新さんとその話にでいつも喧嘩になるんだけど、あんたは引きが強すぎるってめちゃくちゃ言われるんですよ僕で。いやいや何言ってんの、全然ダメだよつって、したら僕なんかこの状況だとこうこうこうでこんなには出ないとかって。伊藤新さんはそんなに引きが弱いの？弱いですね。だって前話した時に、うん、その外蔵さんとかで一緒の頃、うん、まあだから二十数年前、何なら三十年近く前の時に、うん、このまあ今でいう軍団みたいな、なんですかね、プロ何人かでこう、うん、いた時に、うん、まあもちろん個々のプロなんだけど、うん、そのコミュニティがあった、横のつながりがあった時に、うんうんうん、じゃあ4人います、で3台取れましたって言ったら、糸心は引けないから必ず他の店を見に行く係だった。めちゃくちゃ悲しいじゃないですかそれ。マジ？とにかく確率通りに引けなかったらしいです、当時から、はあ、やっぱそういうのあんのかな、はあ、そういう星の元みたいなの多分あるじゃないですか。あんのかな。僕あのグランドオープンの店のマイジャグラー2、うん、全6だったんですけど、うん、10台あって、うん、僕だけ終日マイナスでしたもん。へ、でも最終的に1万負けぐらいまではこう最後戻しましたけど、でも1万負けで納得してる時点でやばいよね。いや納得してないですよ、やっぱプラスじゃなきゃいけなかったんで、切れたやっぱその日も、ざけんなんで俺だけ引かないんだよ。そうそうそう、ほらやっぱこの梅谷選手との違いが浮き彫りになりますよね。ああ同じような話になったじゃないですか。確かにですよね。ちょっと話してあげてくださいよ梅ちゃん。あ、覚えてない。覚えてないね。バルブレーブ全力の島があります、はい、でその1台座りました。ガットさんは自分だけじゃないことにイラついてたわけでしょ。ジョブマン選手は何を持ってよし勝った、周りに勝ったって思うか、基準ですか。もうその時点で期待値が詰めたってことです。1ゲームでも多く回せる、要は周りよりもより多く回せたら勝ったって思う。その出た出ないじゃない、出るとかじゃなく、うん、高設定を1ゲームでも多く回せるっていう、ね、それでバルブレームで張り合おうって、それは無理だよ。だいぶ無理な話じゃない。ラーメンで勝負してもいいですかね。それはそうだよ。ラーメンだったら勝てるよ。そうだよ、うん、海谷さん呼んでもってラーメンで勝負してる、うんうん、それしかないよ。でもそうです、やっぱ僕はその考えに至らなかったです、うん、それ設定1でも出ればいいって思ってた。そうだよね、まあ、そうそうそう。いや僕も未だにやっぱそれはちょっとあるんですよね、うん、その出ない6より出る1だと僕は思っちゃう。でもさ、ここぞっていう時に一回も一生で引いたことのない
人がいたとしたら分かんないんだよね。何やってんだか。いつも言うじゃん、なんでそんな勝ちにこだわるのとか、なんでこういう美学をこだわるのあなたはっていつも対立するんだけど、多分ね、見えてるものが全く違うんですよ、人同士で。だから言われて納得はできるんだけど咀嚼できないというか、だって引いたことないし、この状況でバルブレーブ移動して6000枚出してまくりました、前やりました、何ヶ月か前、一回もないです、そんなこと。一生で。あ、9000枚です。あれ9000枚か、前に届かなかった。あ、そうかそうかそうか。でもそういうことなのよ。でもそれってあれですよね、うん、考え方的に言うと最後まで諦めないかどうかってだけなんじゃないですか、うん、もしかしたら。いや、そうなんだけど、結局でもレバー叩いた時の確率は、うん、あ、もちろん変わんないのに出ちゃうっていうのが、うん、そう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 、木村君も気合で変えるっていうぐらい。気合ってなんだよって話や。まあまあ、チーパワーってあれフェイクでしょ、だって完全フェイク、フェイク動画じゃん、あんな。待ってください、いや、かもしれないですよ、それは。G 乗っけてるだけじゃん。それは考え方次第じゃないですか。そうでしょ。そうそう、それは考え方次第です。あ、なんてファニーでしょ、適当じゃん、何でもできるじゃん。何でもじゃない、まあ何でも、何でもか、うん、ここぞという時に仕事してくれるんですよ。いや、そうそう、ここお前が仕事しろっつうんだよ。いや、それは普段仕事してさらに上乗せですよ、仕事の。ああ、仕事の上乗せがジーパワーなの。変なやつだな。だから梅ちゃんはこうも言ってた、何やってもいい、損になんなきゃいいよ、うん、ニコニコしながら言ってくれます。時間もったいないっていう。そうそう、時間もこれの時間がもったいない。1ゲームでも僕回したいのに6つ持ってジーパワー。やめろって言われる、乗り打ちだったら。いや、そうね、難しいよね。木村君みたいに追い込めないよね。追い込めないし、うん、追い込む必要もないかなって僕は横で打ってて思うんで、うん、うね、すぐ命かけるじゃん。そう、命をかけることによって結果が出てくるんだったら、それはもうやり続けるしかない。それは、ね、すごいことだと思ってんの。逆、考え方が逆。ん、どういうこと。だから何度も言ってるじゃないですか、もし失敗した時に後悔をしたくない、うん、それ以上のことは俺はできなかった、だから失敗した時もしょうがない。人事は尽くしたってことね、やれることはやった。やっぱ勝負師の感覚なんだな。絶対麻雀プロになった方がいいよ。いや、そんな気するわ。本当に木村君は俺が積もったらはい変わるぐらいに思ってるもん。なんかやっぱね、羨ましくもあり、まあ僕とは違う世界の人だって達観できる部分もあるっていう、非常に難しい関係ですね。そんな神妙に聞く話じゃないよ、これね。いや、やっぱ命をかけるっていうことの大事さ。そこ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 人間性の違いの話をしてんだよ。じゃあもう命がけの G パワーを出してこうよ。 G パワーを極めればいいんだよ、うん、そうですよ。僕 G パワーをしなかったことによる後悔が、ああ、ね、やっぱりこんだけやってるんじゃないですか、うん、大事なところ忘れたりするんですよ。でそれをやっぱ言われたりするんですよ。もうさ、こんだけやってんじゃないですか、こんだけやってるじゃないですかってさ、軽いんだよ、もう。こんだけ、こんだけ、こんだけ、こんだけ。とっておき感がないよね。そうそう、自分が一番軽んじてんのかな。そうかもね。そんなことはないはずなんですけどね。じゃあ、次、俺か。はい。4番。マイルール。うん、マイルールね。ガットさんのが聞きたいですね。マイルール。マイルール。収録とかだと、はい、僕必ず、連戦が続かない限りは、うん、もう収録の時勝負パンツとか決めてますね。あ、じゃあ下着ですね。もう原担ぐタイプ、もう赤いパンツ履くみたいな。今日は何パンツ、もちろん赤だよね。あ、いや、勝負じゃん。だって勝負だもん。ノムさんと一緒に何色今日、すいません、青でした。全然違うじゃねえかよ、バカ。ね、今日じゃねえな。勝負じゃねえのかよ。じゃラーメン帝王がよ。赤いパンツがちょっと洗濯中だったっていうのは。1個しかないの。やっぱ1個しかないの。ノムさんは赤勝負パンツ。ふざけんなよ。これもなんか昔からバスケットの、うん、バスケットボールやってた頃も、うん、勝負下着があって。っていうか、それ、話せば話すの、じゃあなんで今日は違うんですかって。まあ、そう。練習続きやったの？練習続き。昨日も。ちょっと、はい。昨日は休みでした。すいません。休みでした。おととい、そうですね。おととい。めちゃくちゃ洗濯できるじゃん。ちょっとサボっちゃって。
そっか、はい、まあしょうがない、すいません、しょうがない、しょうがない、すいません、トークと実践はまた違いますからね、まあ、いやこれも勝負だと思ってますけど、本当、じゃあ下着はね、これも勝負ですね、言ってしまう、それ何番目の勝負パンツなの、これ2番目じゃないですか、テウソじゃん、適当じゃねえかよ、適当じゃないですか、言ったもん勝ちじゃねえかよ、そんなの、あ、それはそのひどいな、いや2番目です、2番、いやこれもマジの2番目、マジ2番目、マジの2番目、じゃあ分かりました、はい、じゃあ明日、まあ今日、はい、大事な実践です、はい、絶対に勝たなきゃいけないって言ったら、はい、まずパンツにこだわるわけでしょ、はい、勝負パンツ他にありますか、もうやっぱり自分の意思を曲げないっていうことは常にやっぱ思って、今思ったことをそのやっぱちゃんと言えるように、なんかこれ違うな気づいたね、気づいたね、えらい、メンタルの話じゃなくていいね、いいね、いいね、じゃあちゃんと間違いに気づいたね、それは大事、大事、すごい大事、ホールに右足から入るみたいなのはない、ああそういうことですよね、あ、でも右手でやっぱレバーずっと叩きますよ、弱くないですか、ね、びっくりした、うん、めちゃくちゃ弱いですよね、それめちゃくちゃ弱い、小学生みたいな答えだけど、最終的なところなんだけど、例えば起きてからこうするとか、あの最近ですけど、僕はホテルで全然寝れないっていうのがあったんですよ、でそれ見かねて、あの先ほど喧嘩したカメラマン、僕にあのパジャマ買ってくださったんですよ、パジャマ優しい、いいやつじゃん、めちゃくちゃいい、めちゃくちゃいい、めちゃくちゃいい、いいやつですよ、パジャマ、パジャマです、そのパジャマが、うん、バクネっていう、アスリートさんが寝てる時に着て体力を回復させる、そんな記事があるの、いや、あるんですよ、最近 CM やってるよね、やってます、うん、やってます、バクネ、あれどうなの、聞くの、ヤクルト1000とかって飲まれたことあります、あれの効果を感じたって思ったことあります、あれと同じです、え、めちゃくちゃ効果あります、どういう、寝起きがすごいスッキリするんですよ、どういう素材なの、テラテラしてる感じの、ちょっと なんていうんですかね、うん、あのトレーナーよりも柔らかめというか、フィット感がちょっとフィット感がそうな感じで全然見えてこない、ラーメンの時と違って、ね、うん、うん、ね、テラテラしてる感じ、なんかツルツルしたような、シルクみたいな、シルクみたいな感じですかね、でそれを最近もどの収録行っても僕は持っていくようにしてます、その収録で、それもらってきた収録の翌日がパチンコの実践だったんですけど、うん、3万発ぐらい出したんで、それを持ってくようにはしてます、ね、チェックします、バクネね、バクネです、はいはい、じゃあ次ガットさん、はい、時間気になる、なんかね収録中にさ、今日さもう3回目だよ見てんの、俺が確認しただけでそんな時間気になる、時間なのか LINE なのか何やってるの、気温の、もう電池切れてるですけど、切れてる、さっきはこうブーって鳴った時だったんで、あの消さないとなと思ったんですけど、うんうん、今時間がって言ったら、もうそんな時間経ったのかなと思って、だから電池切れてるな、見えない、見ようと思ったら電池切れてたんですよ、うん、そのすいません切れてないですよ、違う違う違う、すいません、ちょっと大きな声になっちゃった怖いもうこの人ほらこんな感じになるじゃないですか、もう、そうだよ、いやいや、でも今日新たな売りが見つかったわけじゃない、ラーメンという、それでいいんですかね、ラーメンいいと思うけどな、あんだけ詳しくて、すげえいいっす、うまく動画と絡めたりすれば、あれラーメンで有名な人、石神さんって言いましたよね、あ、そう、同じ名字だな、いました、いました、当時いじられましたけど、ね、うん、僕その時ラーメン好きじゃなかったんです、あ、そうなんだ、高校ぐらいまでラーメン苦手だったの、うん、そうなんだ、黒歴史じゃん、すげえな、騙しの方がいい、高校までラーメン苦手な人いる、うんうん、日本の人でさ、猫舌じゃないです、あんまいないよね、高校までラーメン苦手だったのが、ね、その後すげえ好きになったの、ちょうど高校生ぐらいの時にそのラーメンの石神さんがブレイクされてたと思って、ラーメン王とか言われるんですけど、ラーメン嫌いなんだけどな、あ、何が好きだったの、その時はカレーが好きでした庶民的なものが好きになるんだね、カレー、そうですね、カレーが好きでした、やっぱ僕の中ではもうガット君はちょっと来てるっていう風な認識なんで、うん、ブレイクしそうな感じはあるよね、割と、うん、なんだろう、折れてもすぐ立ち上がる感じがすごい好きですけどね、うん、要素は絶対あると思ってるんで、まあ、その要素があるのであれば僕はそれを結果として示すだけですからなんで上からなんだよそうだね、今は上からだったな、ね、なんかカッコつけんだよな、自分のことになると、要素、その要素があるとするならば、うんうん、なんか言い方おかしくない、この会話の返しのさ、今のはすごい上から感あったよ、そうプロフェッショナル撮ってんじゃないんだよ、まあでもこうやって場をね、そうね、重ねてね、いけば、う
多分だんだん夏も長くなんじゃないですか。そうですね、常夏のハワイになっちゃうんじゃないの。ずっと暑い赤道直下フィリピンぐらいまで行きたいですね、うん、そしたらおい、なんで冬にならなきゃいけないんですか、それおかしいでしょ、それは。いやもう太陽が見えたよ、うん、太陽、ね、ラーメンの話びっくりした。今太陽が見えたよって聞こえちゃって、終わったかと思ってたじゃないですか。太陽かよかった。それも、まあ、ラーメンかでも、まあ、そうですね。あとジーパワーがあればもう、うん、いけるいける、うん、じゃあやっとく、やってみますか。もう景気づけというかさ、縁起物になるわけだから。はい、ジーパワー。最後ラット石神さん、ありがとうございましたって言ってからじゃん。そうそうですね。いきなりジーパワーだけやられても、もう視聴者ドン引きだよ今は。もういや確かに、だから、まあ、確かに急にやったところでみたいな、早まっちゃいました、うん、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。じゃあ最後に一言お願いします。ジーパワー、ありがとうございました。大丈夫ですか今の。うん、良かったですか、ね、分かんない。分かんないですよね。大丈夫。